これも。うん、あ、はい。で、こんな。大体うちにはいると思うんだけど、あんまり出会ってるんで。それでね、ちょっと教えて。これはね、これはできるね。ね。皆様こんにちは。ザ・ギャラリーセレクション展藤村大輔アースグローアゲイントークイベントをライブ配信にてニコンプラザ東京からお伝えいたします。早速ではございますが、写真家の藤村大輔さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はいはい、皆さんこんにちは、写真家の藤村大輔と申します。今日はですね、今ですね、このニコンのザ・ギャラリーの方でアースグローアゲインっていうですね、写真展を開催させていただいてるんですけれども、まあ、それに伴ってですね、写真展の中に展示している写真を少しお見せしながら、でここで、ね、少し解説をしていきたいなと思うんですね。はい、じゃあもう早速もうね、もう今回時間があんまりないということなので、時間を節約しながらいきたいと思いますね。はい、このアースグローアゲインですね、3部構成になってます。まずですね、この文明の輝きっていう風なねところがから始まります。はい、文明の輝き、この文明の輝きなんですけれども、なんでこの文明の輝きって知るかって言ったら、まずですね、この2018年にちょっと大きい写真展やりました。その時に文明の輝き、大地の輝き、命の輝きっていう3部構成にしたんですね。まあ、それと同じような構成で今回それをもっと凝縮した感じで展示をしてますので、まあ、同じように文明の輝き、大地の輝き、命の輝きっていう形になってます。まあ、そのね、いろんな輝きっていうのは地球の輝きっていうことでアースグローっていうふうにしてるんですけども、まあ、今回は、もう美しい夜景を通して皆さんに見てほしいなと思います。こんな感じですね。これ今回の写真展の DM にも使った横浜の夜景なんですけども、はい、横浜の夜景、これはですね、ランドマークタワーから撮った写真なんですね。横浜のランドマークタワー、この横浜のランドマークタワーの展望台ってね、360度見えてすごいね、綺麗なんですよね。そこから撮った一枚です。はい、で次にね、この戦艦名古屋なんて書いてますけどもね、名古屋の夜景なんですけれども、名古屋の駅の周辺ってね、いろいろビルはあるんですけども、すごくこのビルを含めてバシッと決まるところってなかなかないっていうかね、今まで見つけることができなくって、でもこの数年前にね、ちょっとあるビルが、商業施設が建ってですね、そこの上から撮った写真が今の写真なんですね。はい、で、この戦艦名古屋っていうのはね、ちょっと戦艦のようにも見えるってことで勝手に名前を付けてます。はい、じゃあ次の写真いきますとね、これはですね、下町2っていうのがなってますけど、下町っていうタイトルで2枚、展示させてもらってます。まず1つはザ・ギャラリーの、ギャラリーの中にある下町の写真、もう1枚はこの、クリエイティブスクエアですね、そちらの壁のところにですね3枚展示させてもらってるんですけど、そのうちの1枚がこの写真ですね。これも下町の写真です。下町の写真で、なんていうのかな、もう東京の昔からある、古い町並みっていうのはね、ものすごくね、密集度が、濃いっていうか高いっていうかね、ちっちゃい家がね、もう本当に凝縮されたような感じで散りばまってるんですね。その辺をこの俯瞰で見るとよくわかると思うんですね。真ん中に流れてる川っていうのはこれ隅田川ですね。左下の方が、左側の方に見えてるのが浅草ですね。浅草ね、隅田川がひょっと流れてるんでね、非常に大都会な感じはわかると思いますね。で次はですね、この魚眼レンズで撮った写真なんですね。これ地球の中の宇宙っていう風なタイトルをつけてますけれども、僕はアースグローの写真展を、このシリーズでやってるんですけれども、このアースグローの一番最初に発表した作品で、この魚眼レンズで丸くね、撮った写真、この普通は地球、これ地球なんですよ、地球のイメージなんです、地球のイメージなんです。まあ、地球っていうのは宇宙の中にある地球なんですけれども、この写真に関しては地球の中に宇宙が存在をしているっていうイメージでね、撮影をしているんですね。なのでこういう丸い円形の魚眼レンズ撮った丸いね、形の中に、星が散りばまっていたりね、ちょっと近未来的な、道路がね、建造物があったりとか、いろいろ表現してみました。
で次の写真ですね、これはですね、まあ、高速道路なんて書いてますけれどもね、ちょっとね僕ね昭和の人間なんでね、結構ね親父ギャグがね好きなんですよね、高速道路の高速っていうのは光の速さっていう高速にかけてますね。はい、光のこの筋がありますよね、この青い筋があります。これトラックの上にあるライトの、光石ですね、光石。はい、この魚眼レンズを使ってまして、この魚眼レンズの一番近いところに通る車をずっと待ってたんですよね。この魚眼レンズっていうのはものすごく遠近感がつくので、ちょっとでも離れるともう全然遠いところに行ってしまうんですよね。なので一番近いところに車が来るのを待ってないと、高速じゃない、あの鉱石はね映らないんですよね。なのでね、今の写真撮るために実はこの場でカメラにね三脚をつけてずっと待ってたんです。1時間半も待ってました。1時間半も待ってやっと来たのがもうこのトラックだったんですね。はい、結構しんどかったですね。はい、じゃあ次の写真いきますね。これはですね、実は今回の写真展には展示してない写真です。この鉱石ですね、同じくさっきの写真と同じように、魚眼レンズを使って鉱石を狙った写真で、多分この配信を見ている方で、あれこれちょっと見たことあるぞっていう方もねいらっしゃるかもしれない。これ実はね今月号で売られているフォトコンっていう雑誌の表紙にも採用されている写真なんですけど、もう鉱石だけで構成されている写真なんですよね。人間の目には絶対こういうふうに見えません。ただ単に乗り物がぐる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 動いてるふうにしか見えないんですけど、写真にとって初めて線が形になって残るっていうね、そういうちょっと不思議な写真になります。魚眼レンズを使って縦にしてこの見上げてますから、後ろ側の建物まで入ってきてるっていうね、非常に、不思議な写真ではあります。はい、で次に行くとね、今度はこのね瀬戸大橋の写真ですね。これはまた違った意味で、あこれもなんか見たことあるぞって思った人もいるかもしれないです。特にこの配信をご覧になられている方っていうのは、まあ、ニコンのユーザーさんが多いと思うんですね。でニッコールクラブっていうね会員に入っている方も多いと思うんですけど、ニッコールクラブに入られている方は開放誌が届きますよね。あれ届いたかなっていう方はちょっと探してください。このね今回の届いた秋号かな、秋号のニッコールクラブの開放誌の表紙がこの写真です。これの縦位置の写真がねそうなので、ちょっとね見てみてください。同じ写真、これもねギャラリーに飾ってます。まあ、一応後でも言うんですけど、最初に言っときます、先に言っときます。今回の写真展は東京で今新宿でやってますけれども、大阪でも展示しますので、まあ、関西の方はね、東京まで来るのがちょっと難しいなという方は、大阪の方に行ける方は大阪に行ってください。12月の、9日からだったかな、9日から、12月の22日まで大阪のニコンプラザの方で、展示しますので、そちらの方にお越しいただければなと思います。はい、では次にですね、この写真はですね、シンガポールの写真なんですね。これは、これゴールドラッシュっていうね勝手なタイトルをつけてるわけなんですけども、ゴールドラッシュどういう意味かって言ったら、やっぱりね経済が非常に右肩上がりな国なんですよね、シンガポールっていうと。まあ、世界の、まあ、特にアジアではもう完全に中心です、経済、金融関係の中心ですよね。その右肩上がりっていうね、この棒グラフをイメージしてね、写真を構成してるんですね。でこの金色にしてるっていうのはやっぱりゴールド、お金に見えるような、そういうイメージで、撮影をしている写真ですね、表現ですね。まあ、こういったような、まあ、写真の中にね何か意味を込めて写真を撮るっていうのは僕の最近、やっぱりポリシーとしてやってることなので、今のシンガポールの写真にしても、ただ夜景、美しい夜景を撮るだけじゃなくって、どういう夜景っていうものをね、内容があるっていうね、内容がないようだとねダメなんですよね。はい、カクってこのね反応が聞こえないのがね、この配信っていうのはねちょっと辛いんですよね。ちょっとねわーって言ってくれるといいんですけど、わらわらわらとかね、まあいいや、まあ、次いきますね。次は大地の輝きっていうところですね。まあ、さっき最初に言った三部構成っていうふうに、ね、なってますけれども、最初は文明の輝き、次は大地の輝き。大地の輝きはどういうものかって言ったら、こういう自然のものを被写体とした夜景写真ですね。自然のもの、まあ、もちろんこれは人工物、鳥居を写ってますけれども、自然がメインになっているような、自然の中で撮ったような、そういう意味ですね。
地球っていうものはですね、まあ、宇宙の中に生まれて地球が生まれてその中に小さく人物が人がいるっていうことで一番大物ってやっぱ宇宙なんですよね。で自然っていうものがあってその後に命が生まれ生命が生まれてきたわけなんですけどもその元になっている大地っていうものを素材にね、撮ってます、はい、これはですね蔵王ですね蔵王の写真宮城蔵王宮城の蔵王のてっぺんにですねお釜っていうのがあって、まあ、要は火口ですよね火口そこは観光として行ったことある方もいるんじゃないかなと思うんですけどそのすぐお釜のすぐ近くにちっちゃい神社というかあの鳥居と祠があってですねその鳥居を狙った写真です。天の川が見えます。結構高い山ですから、晴れてさえいるとねあ もう雪が雪じゃないもう星がすごいんですよね。で、見えている月が出てきました。月の出です。日の出じゃないです。月が出てきて下が雲海になっている。なのでこの蔵王の山の裾野はかなり雨が降っていたんですね。でこの車でずっと上がっていって夕方上がっていったら、てっぺんまで来ると晴れていたねってことです。はい。じゃあ次はですねこの写真はですね、仏ヶ浦青森の下北半島ですね。下北半島何が見えるって書いてますけどもやっぱりね下北半島っていうとねいろいろとあります。今回この動画では、確かね、紹介する予定にはなってなかったななってないですねなってないんですけど、下北半島にはすごい有名な霊場がありますね。霊場恐れ山っていうのがあるんですね。恐れ山実はこのギャラリーの方では展示してます。恐れ山の写真恐れ山を夜撮った写真ね恐れ山のちょっとねちょっと不気味なところね。だからそういうふうにちょっと下北半島にはそういうスポットがあってですねこの仏ヶ浦っていうのも岩場で非常に奇岩が多いところで、やっぱりねちょっとそういう霊的な存在を、ちょっと引きつけやすいっていう力があるっぽいですね。あるっぽいっていうのは僕はあんまりちょっとあの感じにくい体質なのでって言ってもね結構恐れ山撮る時なんかねゾク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 してきてね非常にあやっぱりちょっと僕信用してなかったけどなんか本当にいるんじゃないのかなっていうようなねそういう感覚はありました。はい。このね何が見えるっていうのは皆さんが想像していただければ何か面白いものが見えてるかもしれませんよっていうような意味で撮りました。で岩場ですかね岩場でスローシャッターでねさーっと波がバーンと波が来てさーっと引いていっている瞬間のスローシャッターの写真ですね。はい。まあね、霊感の強い方はこれひょっとしたら見えてるかな見えてるって人はちょっとチャットでコメントを入れてくれると嬉しいな。これ本当に見えるかどうか分かんないけれどもねはい。まあギャラリーに来ていただけたら恐れ山のねもうちょっと危険な写真がありますからはい、はい、じゃあ次はねこれね、まあ、月の光ですね。これ月です、高知県の太平洋側ですね。太平洋の方に向いて実は違う写真撮ってたんです。これ左側に岬があってちょっとした岩場があって、遠くに灯台があるようなでその場所で撮ってたんですけどふっと海の方に見たらなんか月が雲の後ろ側にあってその雲の切れ間からですね月の光がふわっとスポットライトのように海に降り注いでたんですね。これが非常に美しくってっていうのは普通の月の色じゃなくってすごい赤かったんですね。非常に赤かったです。これ色をつけて赤くしてるんじゃなくってもともと赤かったんです。よくね月が出てきたばっかの頃っていうのは赤い月ってあるんですけどちょっと上がったらもうすぐ赤の色がなくなって白っぽくなるのが普通なんですけどねこの時はまあ多分海の上で見てるからかもしれないんだけど水蒸気の加減かねわからないけれども結構上がってからも月が赤かったんでしょうね。なので雲の後ろにあるにもかかわらずそこから降りてきている光がねやっぱ赤い光が降りてきていたっていうね非常に幻想的な瞬間でした。やっぱり幻想的な瞬間なので余分なものは一切入れない方がいいということでその雲の切れ間と降り注いでいる光の溜まっているところとあとはもう何もない海っていうものだけで構成している写真なんですね。非常にこれはね神秘的な写真でですね人気のある写真でもあるんですね。はい。で実はね今回展示するにあたって、まあ、場所の関係でねいろいろ考えました。どういう写真にしようかなとこの写真とね迷った写真が実はあったんですね。この次の写真のこの写真がそうなんです。同じような構図です。シンメトリーで、同じような海が水平線が見えている同じような構図なんですけどこれ実はですね北海道のジュエリーアイスなんですね。
まあ、ジュエリーアイスって言ったら普通は何かね朝日を背景にして大きい氷がキラキラキラって光ってるようなものを想像される方も多いかなとは思うんですけど、僕の場合はこれはね夕方なんで朝日は全くない夕方ですね。でしかも曇っているとどんより曇っているその瞬間に撮ったジュエリーアイス。でジュエリーアイスのしかもね大きくねかけらなんですよね。この10センチぐらいしかないようなちっちゃい氷のかけらで、これはね消えた氷っていう風に書いてあるのなんでかって言ったら、じゃあこの波がさーっとね来て、これ録音中にこれとちょっとね、うろ覚えなんですけど何秒か8秒か10秒か、何秒かかかっているうちに、さーっと波が来てこのね1枚のシャッター開けてる間に氷がねさらわれてなくなってしまったんですよ。なので1枚しかこの写真はないわけなんですけれども、この時間を撮るとかね、よくあの写真でも時間を写し込むとかってあると思うんですね。ただこの写真に関してはまさにその時間が写し込まれているような、写真でもあるんですね。はい、はい、でそう寒いでしょ。これ、ね、ジュエリーアイスって、十勝川っていうね、道東の方ですね、十勝の方に流れてる大きい川があって、その河口から流れ出た氷が海岸に打ち上げられてっていうそういう氷なんですけど、だいたい1月から2月ぐらい真冬ですよね、一番厳冬期にあるね。はい、まあ、僕ね毎年北海道冬になると北海道に撮影ツアーとかやってね行ったりするので、まあ、もし行ってみたいなという方は声かけていただければ北海道極寒撮影ツアーってのやってますからね、はい、声かけてください。はい、はい、次はですね、これもね青森下北半島なんですけれども、津軽海峡夏景色なんて書いてますからね、やっぱ親父ですね。はい、ドカーン、あ聞こえないね青森の下北半島、大間っていうねところがあって、マグロの水揚げがすごい、まあ、大間のマグロっていうね有名なとこありますよね。大間そのすぐ近くなんです。で大間の近くで、まあ、どうしようかなと、夜もう写真撮り終わって車で運転してどこで寝ようかなと、ね、どこで寝ようかなと、野宿ですよね当然ね、車中泊するわけなんですけど、でちょっと場所を探ししてたら海の方見たらファッとね明るかったんです。何が明るいんだろうと思ってよく見たらね、イサリビがあったんですね。これイカ釣り漁船のイサリビなんですけど、で後でねちょっと地元の人とかに聞いたりしてると、おそらくこれは、普通のイカ釣りっていうよりもあのマグロを釣るための餌を釣るための、イカ釣り漁船じゃないのかなっていうふうに言ってたんで、あそうなんだ、やっぱさすが大間だなっていうふうに思ってますね。このイサリビの向こう側にチラチラっと電気が見えるんですけど、おそらく北海道の松前あたりじゃないかなと思うんですね。はい、これちょっと、ね、YouTube だと見づらいかも、モニターだと見づらいかもしれないけれども、写真の、ね、これ上の方は星が、ね、パーッと広がってるんですね。これ綺麗なので、まあ、できれば、ギャラリーで見ていただければ本当分かりやすいんですけども、まあ、難しい方はなるべくちょっと大きい画面で見てみてください。家のテレビが、ね、大きい画面で YouTube 見られるようだったら後でも、ね、アーカイブでも構わないのでちょっと、ね、大きい画面で見てみてほしいかなと思います。はい、じゃあ、ね、次に命の輝きっていうねところに行きますね。はい、命の輝きで、この命の輝き、さっき文明、大地ってきました。次三部構成なんでもう一個ある、これ命の輝きです。要は、地球に生まれてきた生命っていうもの、いろんな生命がありますけれども、まあ、主にやっぱりね我々人間はやっぱり人間の命のことを対象として見ます、当然なんですけれども、この地球上にある生命っていうのはいろんなものがあって、もちろんね犬猫っていうのは動物もそうですし、植物もそうですし、まあ、違ういろんな生き物があると思うんですよね。昆虫もそうですしね、まあ、いろんな命がある、それぞれに命があって輝いている瞬間があるということで、その瞬間を撮りたいなというふうに思ってます。まあ、主にねやっぱり被写体となるのは人間が多いですけどもね、例えばこれは有形ですけれども、これはね、まあ、パラオの写真ですね。南の方の島です。フィリピンの方にね近いかなり、南の方の、島なんですけど、そこにパラオっていうところがあって、このねパラオの 夕焼けがねすごいんですよね。この時本当すごかったんですよね。南の島に行くとねやっぱりすごい夕焼け見られることがあるんですけど、この日は本当にすごかったです。すごかった、燃えるようなね赤い夕日で、これね画像処理してすごい赤くしているように見えるんですけど、そういうわけじゃないですからね、本当に赤くなったんですよ、ね、で
すごいなんかね、美しい綺麗な女性がいるでしょ、ね、僕の奥さんでも彼女でも何でもないんですよこれね、知らない人です。はい、まあちょっとね撮らせてもらいました、この後ろから後ろ姿をね、横に彼氏か旦那さんかわからないんですけど旦那さんがいたんでちょっとねそこは切らしてもらってその旦那さんのところより右側からね少しね入れさせてもらって撮らせてもらったって写真ですね。非常にねこのモデルを呼んでモデルをセッティングしたんじゃないのかなってよく言われるんですけど、そうじゃなくて結構ね、いい瞬間が狙えましたね。はい、で次の写真ね、これはまたね物語があるんですね。この写真酔っ払いなんですこれね、酔っ払い3人組ラトビアっていうね、バルト三国って皆さんご存知ですかね、ロシア元ロシアなんですけども、ロシアと、まあ、ヨーロッパの間ぐらいに、北欧のエリアに入りますけどね、リトアニアラトビアエストニアっていうね、バルト三国っていうのがあるんですけども、そのうちの一つのラトビアの首都リガっていうところで、まあ、写真を撮ってたわけなんですね、まあ、夜景を撮ってました。三脚を立てて、で三脚を立ててあの PC レンズですね、煽りのできるレンズを、使って写真を撮ってたんですよ。で PC レンズ皆さんご存知ですかね、ニコンのそうですね1424とかデメキンレンズってありましたね前ね、今でもあるね、あのレンズの 前玉が丸くくるっと出ている、レンズなんですね。でそれで写真三脚立てて撮ってたんですけど、酔っ払いが寄ってきてですね、この3人組の真ん中のおっさんがね、おっさんとか俺より年下かもしれないねお兄ちゃんが寄ってきて、何これって言って、出っ張ってるレンズなんて珍しいじゃないですかね普通はね、何これって寄ってきたなと思って、レンズに寄ってきたなと思ったらベロッて舐めやがったんですよね、ベロッとねえと思って、俺今写真撮ってるのに舐めやがった、この舐め腐りやがってみたいなね、で、この野郎と思ったんですけど、でちょっとまあ3人組の1人がごめんこっち追っ払ってるからって言って、ごめんねって言ってくるんで、もうしゃあないなと思って、じゃあまあ酔っ払ってるし、まあしょうがないか、じゃあもうしょうがない、もう舐めたらしょうがないから、まあまだその代わり写真撮らせろって言って、ね、そこ並べって言って、で写真撮らせてもらったのが今の写真なんですね。ちょっとねあの面白いエピソードがあって、この真ん中のやつ、ビール瓶じゃないや、グラス持ってるこのお兄ちゃんがねベロッと舐めてきたんですけどね、反省しろよって顔ですね、もう反省してないですね全然ね、この顔すごくにこやかに笑顔になって、本当にまあまあまあいいとして、はい、はい、じゃあ次はね、これは東京ですね、東京、まあ僕が夜景やっぱり撮っていて、夜景の写真を撮り終わった後って当然カメラバッグにカメラを片付けたり機材をね、戻したりしますよね。それをあの歩道沿いの植え込みのところで機材を戻してたんですよ、腰掛けてね。そしたらちょうど腰掛けて横へふっと見たらアリが歩いてたんですね、アリの散歩ね、ね、アリが散歩してたんですね。で、あ、これなんかアリがいた、でちょっとなんか雫みたいな、多分これねジュースの、残りなんていうのかな、砂糖が乾いて、砂糖になって乾いてねいるようなところだと思うんですけど、そこのところにアリが来てね、まあ、食べてた、舐めてたんですよね。あ、なんか取れないかなと思って、ちょうどこの時にこれまたねあの Z シリーズが出る前 D シリーズの頃だったんですけど、 35mm の F1.4 っていうレンズを持っていて、単焦点ですね、 35mm の F1.4 ってさすがに 1.4 ものすごく被写界深度が浅いんですけど、そのレンズで大体もうどこまで寄れるかなっていう最短撮影距離のところにマニュアルにしてね、ピント合わせは、でそのままぐーっと少しじり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 寄っていって、でピント合ったところで写真をパチパチと撮って、なのでほら後ろ側は玉ボケになってるのに、これね街灯なんですよね、すぐ近くに街灯があったんです、それもすごくボケてくれている。で、何枚か撮った後まだこの砂糖をかじってた、舐めてたんですけれども、その何枚か撮ってるうちにふっとなんか僕に気づいたみたいで逃げ始めたんです。その逃げ始めた瞬間がこの写真なんですね。なので歩いてる感じがするでしょ、ね、まあスナップ写真ですね、これもね。はい、でこれはですね今回の、まあ、新作っていうか新しい展示でもあるんですけれども、これトルコイスタンブールなんですね。イスタンブールのに最近行ったことある人はご存知かもしれないんですけど、路面電車が走ってます。路面電車自体はちょっと前からあるんですけど、この路面電車の踏切っていうのは特になくって、踏切の代わりに LED ライトが
この道路に埋め込まれていてですね、電車が近寄ってくると LED ライトが赤く光るんですよ、ビカーッと、ね、で僕これ知らなくって、その時行った時に赤くなったなって気づいたんですけど、あ、全然知らないからふーっと歩いて次も反対側に渡ろうとしたら電車がぐわーっと来てね、うわーと思って危うく跳ねられそうになってっていうね、そういう場所だったんです。ちょっと知らないっていうのはやっぱりねダメですね。なんで赤いのかって想像すればよかったんですけど、僕にちょっと想像力が足りなくって、 でもよく考えたら赤いっていうのはねやっぱ危険を知らせる色だなということで、あ、これはちょっとやっぱり理にかなってるなというふうにも思いました。はい、でさっきね、まあ、有名な実はね有名な鉄道写真家の方もちょっと来ていただいたんですけれど もうこれこの話をしたら、あ、そうなんだすごいねなんて話をね、してました。はい、流し撮りね、夜景っていうのはね夜撮ればみんな夜景なので、スナップであっても、こういうふうな流し撮りであっても、ね、結構ね夜景といえば夜景です。バッチリでしょこれね、バッチリ。はい、でこのスナップ写真のね醍醐味っていうのは、例えば夜っていうのは人間の、生活の中で一日の締めくくりでもあるし、一日の終わりに何をするのか、例えばこれはねインドのバラナシっていう場所でヒンドゥー教ですよね、インドヒンドゥー教徒が非常に多いです。でヒンドゥー教の有名な聖地なんですね、バラナシっていうのは。もう本当にインド中の、国、インドの国中から人が集まってくる一大聖地なんですけども、そこで一日の終わりを神に感謝をして、祈りの、まあ、お花ですね、灯籠流しみたいなもんですね、ろうそくとお皿に花びらを、くべた、それを流すわけなんですね。その瞬間の写真です。祈って流している瞬間ですね。でこの写真はまあ僕何回か発表したことがあって、僕の写真集なんかでも、採用されているのでね、見たことあるかなとも思うんですけど、これとやっぱり迷った写真がありました。今回これと別の写真しようかなってのがあって、それがねこっちの写真なんで、横打ちの写真、これも同じように祈りの瞬間ですね。さっきの女性の方は立ってそのままね、祈っている瞬間、この方は、灯籠が2つありますよね、2つ、まあ、2つあるので2つも流したらどうかちょっとわからないんですけども、あ、ちなみにこの川はガンジス川ね、ガンジス川ね、ガンジス川、いろんなものが流れてくるガンジス川詳しくは言いませんけどね、はい、ガンジス川です。でこれね花で、この花どういう風な花かって言ったら、実はこういう風にね、この少年が売ってます。これは花の灯籠売りの少年なんですね。これね、多分年9歳とか10歳とか、日本だったら小学校、そうですね、小学生3年生4年生ぐらいの年齢じゃないかなっていう風な、子供でした。その子供がこれ撮影したのはね結構遅い時間です。10時か11時か分からないけども、もう真っ暗になってますから結構遅い時間なんですけど、そんな時間に売って歩いて生活費を稼いでるわけなんですね。やっぱりインドっていうのは、まあ、インドに限らず他の国でもそうなんですけど、貧富の差っていうのがあってですね、その国その土地に行けばいろんなものが見えてきます。でこのバラナシであればこういうような少年が夜まで遅くまで働いて稼がなければ生活していくことができない、これって文化なんですよね。でこの文化を映すことが、やっぱりこの写真っていうのは面白みでもあるわけで、そこに命を感じるかどうかっていうことで命の輝きっていう構成にしてたりするんですね、はい、でこれもねもう一つアザーカットっていうのがね、実はこれは展示はしてないですけれども、こっちの写真と迷いました。これもこれはね展示されてませんけれども、こういうふうにこのなんていうの、お盆じゃないけど、おけでもないけども、なんかね、これいっぱいありますよね、はい、この灯籠アップにするとこんな感じです これね、はい、こういうものを流しています。これ実際に川に浮かんでいた写真です、ぷかぷかと浮いているところをねパチッと撮りました。はいね、こんな感じでいろいろとね、この今回の写真展っていうのはいろんな感じで、文明と、自然、大地ですね、大地と命っていうものをテーマにして三部構成にして写真展にしてます。はい、まあね、よければね、本当に見に来てほしいんですけれども、まあ、見に来ることが難しいっていう方は、まあ、この YouTube と、をまた見ていただいて、
まあそうですね、写真集なんかも見ていただければいいんですけども、そうですね、やっぱり実際本当はね、プリント大きいプリントがあるんですよ。この1メーター2メーターいかない、うつば1メーター50ぐらいまでの大きい巨大プリントも展示しているので、それをちょっとねご覧いただけたらいいなと思います。はい、まあもしね難しければこの YouTube で楽しんでいただければなと思います。この今画面を変えてもらえますかね。このアースグローアゲインの今あれこれ言ってないのかな、僕のあこれね、これね、うん、これとこれが今 DM ね。でもう一個これが裏面になります。裏面ね、これがザ・ギャラリーの東京と、大阪っていうのありますので、まあ行ける方はねこっちに来ていただければなと思います。で、まあちょっとさっき言ったんですけどね、僕の写真集もちょっとありますので、気になる方はちょっとピロリンとしていただければ、届きます。はい、某会社からで YouTube もありますので、ちょっとね気になれば YouTube 見てみてください。ここにチャプター66っていう風なものが流れてます。これ写真展会場のギャラリーでも流してます。非常に、意味深いスライドショーになってますので、このも一回見てもらえればなと思います。はい、はい、じゃあ今回のお話はこの辺で終わりにしたいと思いますが、何か質問とかそういうのがあるなという方はチャットに何か書いていただければいいかなと思うんですけれども、何かありますかね。はい、会場で聞いてる方も何か質問があれば今お答えしますね。ここにもねギャラリーがいるんですよ。ギャラリーというか視聴している方がね、はい、うん、はい、何かあれば。何もないこういう時ってね、質問してくださいって言ったらね大概出ないんですよね言いたいなとかね、なんかねちょっと言いたいけど恥ずかしいなとかっていう方がねいらっしゃるかもしれない。チャットを書いてもらえればねすごいんだけど、ちょっと来てないですね。ちょっと待ってる間に、うん、今回の展示会中は在廊はしていただける予定、基本的には在廊してます。よっぽどなんかねやっぱり仕事が入ってたりとか、うん、用事があったりする時以外はもう基本的に毎日いる予定です。じゃあ今ちょっとチャットで聞くのは恥ずかしいなという方に関しては、うん、会場で聞いてくれればいいです。会場で、はい、また伺っていただけたらなと思います。はい、入ってますかね。うん、もう今更だけど、もう少し写真を表示する時間を長くできませんか。ごめんなさい。ごめんなさい。早かったですよね。後でアーカイブでちょっと止めてみてみてください。すいません。ごめんなさいね、本当に。ちょっと早かったですね。欲張ってね、たくさん見せようとしちゃってたんですよね。だから今回ね、たくさん見せるのにパパパパ言っちゃったんで、本当申し訳ないです。後でちょっと見直ししてください。はい。あとは何かないですかね。もっと長くやってほしいな。そっか、リクエストはそうです。もう一回もっと長くやってほしいなということでね、もしこういうことがね今後、あるようであれば検討させてもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあ、もうお時間も時間なのでこの辺に終了したいと思います。今回ねご視聴ありがとうございました。もしね会場で、僕を見かけたら声をかけていただければ、嬉しいなと思います。この間の、親父ギャグつまんなかったよとかね言ってくれれば僕ちょっとガクッときますので、はい、言ってください。はい、じゃあ今回はねご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本トークイベントですが、ニコンイメージングジャパン公式チャンネルにてアーカイブ配信も行います。ちょっとお時間いただくかと思います。この他にもトークイベントや作成テクニックとお楽しみいただけますので、ぜひご覧ください。藤村さんも他の番組も出ていただいているかと思いますので、うん、ぜひ検索してみてください。はい、写真展ですけれども、ニコンプラダ東京ザ・ギャラリーでは11月8日月曜日の午後3時まで、ニコンプラダ大阪ザ・ギャラリーでは12月9日木曜日から12月22日水曜日の午後3時まで開催いたします。日曜日は休館日ですので、お間違いのないようにぜひ足をお運びください。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。